株式会社、本間マゴルフは中国資本で東京都港区に本社を置くスポーツ用品を呼び、工業製品のメーカー。ゴルフクラブの草分け的な老舗メーカーである。かつてはパーシモンといえば、本間マというほどの知名度があり、木製ウッド前世の時代には、広本間マブランドのクラブは高級品として、ゴルファーに絶大な人気を誇った。 石原裕二郎が愛用したことでも有名であり、西部警察の山形ロケの舞台にもなった。創業者兄弟は坂田本間市所流にあたる。1958年1月に横浜市に開業したゴルフ練習場が母体。1959年2月18日に有限会社鶴見ゴルフセンターを設立。1963年に有限会社 本間ゴルフクラブ製作所を設立して、クラブの製造、販売を開始する。1972年1月に鶴見ゴルフセンターを有限会社本間と称号を改める。1978年10月に株式会社本間に改装。1990年にそれぞれの称号を本間ゴルフ製作所、本間ゴルフに変更。1992年、 本間ゴルフ製作所とゴルフ場開発の本間ゴルフ交産を本間ゴルフに吸収合併。一本化する。1973年、日本のゴルフクラブメーカーとして初のカーボンシャフトクラブの販売を始めたほか、1978年には自社製造も開始した。加えて1982年には創業者が血を引く交渉本間市のおひ元山形県。 坂田氏の有力者から坂田大会以来の雇用不足解消を狙い、進出を懇願されていた坂田工場が進行、創業を開始した。これによって製造・販売の一貫体制も整備された。この頃は未だ木製ウッドが主流の時代であり、本間はパーシモンのウッドでは右に出るものはないとまで言われた。1995年には株式の店頭公開も果たし、 全国主要都市に販売直営店を展開していた、ほか、ゴルフ場運営も手掛けていた。しかし、ゴルフクラブの数勢は、チタンなどのメタルウッドが、全世の時代に突入。飛距離の点で有利なメタルウッドに人気が集まる中、パーシモン主流の本間はこの分野で完全に出遅れた、ほか、バブル経済崩壊によって、ゴルフ市場も低迷し始めた。2001年2月には、 ゴルフクラブの密輸に関与していたとして、大阪支店長が逮捕されたほか、インターネット販売で不当な二重価格表示をしていたとして、厚生取引委員会から排除命令を受けた。これら事態によって、兄の社長が相談役に退き、弟の副社長が社長に昇格した。また、同年10月には、ゴルフクラブを販売した際に消費税を徴収せず、脱税したとして、 東京地検が法人としての本間ゴルフと相談役に退いた兄を在宅起訴した。2004年8月、弟が社長から代表権のない会長に退き、社長には兄の長男の副社長が昇格した。2005年6月20日、国内生産に固執するあまり価格競争力が低下していたことや、 ゴルフ場の運営撤退によるゴルフ会員権の予託金返還債務を引き続き追わねばならないことから資金繰りが悪化。東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請。経営破綻した。負債総額は約305億7200万円。翌月ジャスバックも上場廃止とされた。2006年3月14日。 本ンマゴルフは創業者ファミリーの保有分を含む株式の100%の原資とスポンサー企業として選定した日光コーディアル証券系列の投資会社である日光ファクトリーと独立系のマイルストーンターンアラウンドマネジメントを引き受け先とする10億円の増資を実施したと発表した。この方針によって兄の長男の社長は退任。 創業者ファミリーとホンマゴルフの関係は解消された。また、同年11月には、新たにゴルフクラブ製造会社を立ち上げた兄の長男の元社長が、新会社に製造や開発部門の従業員を引き抜くことなどの基礎のもと、同年2月、実行役の男らと共謀し、酒田工場に放火したとして、山形県警に非現住建造物等放火の容疑で逮捕されている。 2007年4月1日にリタカ氏が社長に就任。それまでの裕福なシニアクラスが使うクラブのイメージを一新しようと比較的リーズナブルな価格のモデル、アスポートシリーズをリリースする。2010年2月、中華人民共和国の大手企業が共同出資する持ち株会社のマーライオンホールディングスの参加に入ることを発表。マーライオンホールディングスは 投資会社から過半数の株式を譲り受け、今後は中国での販売拡大を目指すこととなった。それに伴い、本マゴルフ会長に中国人で愛、妄想祭の劉建国が就任。2016年10月6日、香港証券取引所に株式上場。同年11月17日、世界で初めて政府首脳で、 大統領選勝利後のドナルド・トランプ次期大統領と非公式会談した安倍晋三からトランプに本間ゴルフの特注品ベレス S-05 が送られた広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。